えー、講師の,トマのぶひろです、えー、今回はですね、米国株式市場の見通しという話をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。で今回の目次は、えー、まず S&P500 の推移、ナスダック総合指数の推移、FRB のバランスシート、政策金利、S&P500、えー、相場サイクル、米国のイールドカーブ、コンファレンスボード消費者信頼関数、 ISM 製造業景況関数、粘着価格 CPI、アナリストによる消費者物価指数の推移予測、アナリストによる政策金利の推移予測という項目でお話をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。えー、まず S&P500 の推移なんですけれども、えー、とこれはえ冷やしチャートですね。でこの 7、えーまあ、月の中旬ぐらいからぐーっとこう上がっているのが、まあ、これがいわゆるサマーラリーですね。まあ、そのサマーラリーも、この黄色い移動平均線、えー、これ200日移動平均線ですが、まあ、ここにちょうど頭を押さえつけられる形で、えー、ぐっと下がってですね、まあ、特に FRB のパウエル議長が非常に多カ的な発言をしたということもあって、大きく調整をしたんですが。 まあ毎年あの11月からえ翌年の4月までというのはまあ株価が比較的上がりやすいシーズンということもあってまあ10月の中旬を底としてえ一旦反発そしてえまあ年末ラリーにこう向かうかなというところもあったんですけれどもまたしてもこの200日移動平均戦でまあ頭をちょっと抑えられる形で下落しているところですね。 でこの下落の中でも特に大きなのが、ここですね、12月の15日の木曜日です。この日、何があったかと言いますと、ECB ・欧州中央銀行が利上げをしたんですね。で、利上げの幅はプラス0.5%ということで、それまで0.75%の利上げをしてた。 のでえー、その利上げ幅が小さくなったっていうことは、まあ、市場の予想通りだったんですけれども、えー、その ECB の、まあ、ラガルド総裁がですね、まあ、利上げ幅を縮めたからといって ECB の金融政策が方向転換したと考える人は間違えたと転換したわけでもインフレ退治への決意が揺らいだわけでもないと、えー、今非常に多刊的な 発言をしましてまて、あ、これがまあ非常に市場に大きなインパクトを与えましてそこからこうちょっと調整しているところですね。えー、っとで今日は12月の26日の月曜日なんですけれども、まあ、毎年ですね、えー、クリスマス以降っていうのは、まあ、クリスマスからまあ具体的に言うと、まあ、新年のまあ第2営業日までの期間っていうのは、まあ、いわゆる サンタクロースラリーっていう風な、えー、呼ばれ方をしますけれども、まあ、この間ですね、まあ、市場関係者の多くは休暇を取るし、まあ、大きな市場のニュースの予定もないことが多いので、まあ、結果、あの材料のない中を、できたかが少ない感じで、えー、推移すると。まあ、ただ、えーと、過去の例を見るとですね、えーまあ、この サンタクロースラリーの期間ですね、えー、まあクリスマスから翌年の第2営業日までの期間というのは、まあ、出来上がり少ない中でもこう上昇してくる、えー、確率が高く、まあ、過去の8割方というのはこの期間、えー、上昇していったんですね、まあ、大きく上昇するというよりは、まあ、何事もない中を緩やかにこう上昇するというような感じなんですけれども過去のっと過去の 数字を見てみると、1950年以降の、まあ、この期間ですね、えー、クリスマスから翌年の第2営業日までっていうのは、えー、ダウ、ニューヨークダウは平均して1.38%、S&P500 は、えー、平均して1.32%上昇しているような感じなんですね。えー、とですので、まあ、もしかするとここはね、ここから。 えと上昇するかもしれませんけどもちょっと今年は、えー、と少しこうなんでしょうねチャートの流れもあまり良くないっていうとこと、えー、まあこの金融引き締めがねアメリカもヨーロッパも続くという見通しが続いていることから、まあ、今年はもしかするとその、えー、サンタクロースラリーの期間が大きく上昇する、まあ、大きくというか、えー、上昇する。 ってい,ういつも通りのシナリオにはならないかもしれないですけどまあいずれにせよこの来年の、えー、第2営業日までっていうのは非常に、えー、できたが少ない中で、まあ、静かな値動きになるんじゃないかなとでその後、えーまあ第3営業日からその動きが本格化するという感じですね、まあ、ただちょっと流れ的にはちょっとね、えー、今お話したように、えー、難聴な流れになる可能性があるのかなというところです えー、総合指数の方はもうちょっとチャートの形が悪くて、えー、このまあ緑の線これ100日移動平均線ですが、まあ、ここでちょうどこう頭を押さえられる形になって大きく、まあ、下落しているところですねでこの青い線がですね、えー、1株当たりの純利益のアナリスト予想なんですけれども <laughs>、えー、S&P500 も Nasdaq も、まあ、ちょっとこう 予想はずっっとと下がててきているとこなんですよね、えー、やっぱり景気がちょっとこう減速しているというところと、まあ、加えて言うと、まあ、ドル高の影響で、まあ、特にその、えー、ビッグテック、g a f a ムとか、えー、そういった Google、Apple ググ、Amazon、えー、今メタですね、Facebook、えー、マイクロソフト、まあ、そういったところを を中心として、まあ、世界的にあの事業を展開している企業というのはドル高になると海外の売り上げをドル転換したときにあの利益売上ともに小さくなりますから、まあ、そこのお悪影響がちょっと来ているとで、まあ、特にその、えー、いわゆるそういうテクノロジー関係の企業というのは2021年がね、えー、コロナ禍の巣ごもり事業とかテレワーク事業で非常に業績がものすごい盛り上がったんですよね。 で2022年は、えーまあ、ちょっと減速傾向にあって、まあ、さらに2023年はちょっとね、えーまあ、世界的な景気減速傾向に、えー、ある向かうんじゃないかと言われるところで、まあ、ちょっと、えー、利益の見通しはそんな芳しくない動きが続いていると。 まあそういったことから、えーまあ、ちょっと来年もですね、まあ、一応、あの先ほども言ったように、毎年、えー、と11月から翌年の4月っていうのは株価がね、えー、比較的上がりやすい時期ではあるんですけれども、えー、ちょっと見通しとしてはそれほどこう良くない状況が続くのかなと。で、まあ、最終的に、えー、とどうなっていくかっていうところに関しては、あのこの動画ではあの続けていってますけれども、えー、この S&P500 がこの白い線でですね、この青い線が FRB の政策金利です。そしてこの紫色の線が FRB のバランスシートですね。どれだけお金をばらまいているかということなんですけども、今政策金利がどんどん,どん,どんこう上がってきていて、バランスシートの方も今までコロナ禍でものすごく資金を、まあ、景気がコロナ禍でよく、まあ、悪くならないように、 バラまいてたんですけれども今ちょっと回収しているところなんですよねでそれを受けてやっぱり株価はちょっとこう下がってきた、まあ、お金をバラまいた期間っていうのはものすごく株価が上がったんですけれども、まあ、今その反動的なところですよねえー、なってるとでこのまあ高い政策金利が、まあ、市場関係者の予想によってはええー、来年2023年のまあ半ばにはこの政策金利が 引き下げになる可能性を見るっていう人もいるんですけどた、えーまあ、多分ちょっと相場なりにくいのではないかなというところですだから、まあ、あのこの政策金利にしてもこのバランスシートにしてもバランスシートは縮小が続いて政策金利はこう高い位置の状態が予想よりも長く強く続く可能性が高いと、まあ、したがって2023年っていうのは まあ株価的には、えー、まさにこのお金をばらまいた時期がこう金融相場で、えー、ここから業績相場、そして逆金融相場が今年ですね。で、来年逆業績相場と、えー、いった形になると思います。まあ、その考え方はこの相場サイクルという考え方で、えーまあ、金融相場。 景気が悪いところから、ちょっとこのコロナ禍で言えば、この2020年の2月から3月が、この一番悪いところだったわけですけど、そこから2020年の3月から、FRB が大量の資金供給を行う、金融緩和を行うということで、金融相場が始まったのが2020年ですね。で、2021年は、もう景気がこう良くなってきて、企業業績がけん引する形の まあ特にビッグテックはガーファームですね、えー、とはそのコロナ禍で巣ごもり需要と、えー、テレバーク需要によって、えー、需要が急拡大して、まあ、結果業績がものすごく2021年は良くなったんですねなのでまあ業績相場企業業績が良くなることによって株価が上がる相場ですねでそれが続くと今度インフレになっちゃうまさに今アメリカそうですけど インフレになっているので、えー、中央銀行が金利を、ねえー、上げたり供給していた資金を回収したりして、えー、景気を冷ましてです、ね、インフレを抑えようとするわけですね。でその金利が高い時っていうのは逆に、えー、この後、まあと株価はこ、まあ、景気も株価も、えーまあ、ちょっと悪くなるんじゃないかっていう人が売ってきて、えー、金融引き締めによって株価が下がる状況というのを逆金融相場。 でそれが続いているうち、まあ、それが2022年ですね。で、それが続いているうちに、まあ、景気が本当に悪くなって、えー、企業業績が悪化して、企業業績が悪化することによって株価は下がる時期、それが逆業績相場と、えー、いった感じです。で、まさに今、逆金融相場ですので、えーまあ、これからちょっと逆業績相場に入っていこうと、えー、するところですね。 長期で買い目線で、えー、行かれる場合は、えー、この期間というのは現金にしておいたほうが良くて、えーっとでまあ、大きく下がったところで買いですよね。だから2023年、もしくは2024年になるかもしれませんが、えー、そこでまあ買いタイミングが来るのかなと。で、そこで買えるようにしとく。で、あるいはですね、えーまあ、CFD 使えば当然、空売りもできますから、この期間というのは株価が。 えーまあ、さっきの200日移動平均線とかね、えー、分かりやすい移動平均線まで上がったところで <laughs> 空売りっていうのは、えー、当然ありな手段なのかなというふうに思うところです、えー、まさにその今イールドカーブっていうのも、えー、これがですね、えー、この緑の線が現在のイールドカーブですねで、えー、とこの黄色い線は、えー、2007年の1月1日のイールドカーブで えとこれはですね、あのー、サプライムバブルがはじける前のおーイールドカーブですね。で、えー、とこのまあ普通イールドカーブっていうのはあのー、これ 1M っていうのは1か月もの,の金利はここ 2Y っていうのは2年もの,の金利はここ 10Y っていうのは10年もの,の金利はここ、えー、30Y っていうのは30年もの,の金利はここと、えー、いった形で国債の各年間の 金利を並べて、それをつなげた曲線のこと、これをイールドカーブというふうに言うんですけど、普通はあの定期預金でも期間が長い預金の方が金利が高いのと同じで、国債も金利が長期のほど長い、高い金利がつくんですね。なので右肩上がりになるのが普通なんですけど、極端に言うとこの6ヶ月も、この6ヶ月もの の金利とか2年物の金利が10年物の金利よりもかなり高い状態になっているわけですよね。えっ、ー、とこのサプライバブルが弾ける前もそういうイードカーブでした。まあ、ちょっと右肩下がりの曲線になるわけですが、これを逆イードと言いまして、まあ、これが起こると通常はですね、この後景気悪化したり株価が下がるサインと。 いうふうに言われているところでイルドカーブから見てもちょっと来年は景気も株価もこうちょっと軟調な推移になるんじゃないかと思われるところですこれはカンファレンスボードの消費者信頼関数ですけれどもこれも2021年の半ばをピークに緩やかにこう下がっていることが分かっていただけるかと思います アメリカの GDP の7割は消費ですので、やっぱこの消費者信頼関数っていうのは株価にちょっとこう、影響を与えるところがありまして、これから見ると、今、ちょっと軟化しているところですよね。で、一方で、製造業の方 ISM 製造業景況関数ですね、こちらの方も2021年の半ばぐらいですね、をピークにして、ずっと下がっているところなんですね。 まあ今あの、アメリカもヨーロッパも非常に金融きしめに動いてて、景況感がこうちょっと厳しめになっていることに加えて、まあ、中国ですね、ようやくゼロコロナ政策を緩和、えー、したかというふうに思われたところですけど、えー、その反動というのもあって、まあ、今、新規感染者数がまあ非常に急激に増えてて、まあ、人出が少なくなっていると感染を恐れてね。 人手が少なくなっているというところもあって今ちょっと世界的にあの景気がやっぱり軟調になっていくっていう中で、製造業を見てもですね。やっぱこうちょっと状況があまり思わしくない状況が続いているということですよね。えっ、ー、と、まあ、あのその中でまだインフレは続いているんですよね。あのまあ、雇用の状況はまあいい状況が続いているので、えっ、ー、とまあ、アメリカの経済も悪いところばっかり。ではもちろんない。 まあ強いところもあるから、まあ、逆に、えー、インフレはすんあのー、高止まりしているとでこ、この粘着価格 CPI というんですが、これはアメリカのアトランタ連銀ンンが毎月発表している粘着価格 CPI、えー、貴族家賃や外食料金、それから医療関係など、一旦上昇し始めると <laughs>、えー、なかなか下がらない品目を集めた物価指標ですね。まあ、これは今むしろちょっと上がってるんですよね。 えーまあ、それぐらい、まあ、なかなか今あの、物価が下がるようで下がらない、これで金融引き締めやってるんですけど、物価が下がるようで下がらない状態が今、続いているので、まあ、おそらくその金利が高い状態、そして、えー、バランスシートの縮小っていうのはあの続く可能性がある、まあ、それは当然、景気と株価に悪影響を及ぼす可能性が高くて、えーまあ、それゆえに2023年はちょっとね、株価が難聴になる。 まあそれはあの株価がちょっと戻したところでは売りのチャンスにもなりますしあと、下がったところは逆に大きくね下がったところこれ、どこがそこになるかというのはまだあのあのインフレ率そして金融引き締めの状態を見ていかないとわからないですけど2023年か2024年にまあそこは来るんじゃないかそこは非常に大きな買いチャンスになるという目線であの見てあげるといいんじゃないかなと思います。 アナリストによる消費者物価指数の予想を見ますと、これ、試算期ごとの予想ですけど、非常に来年末には3%ぐらいまで落ち着いていると、で今度2%に向かって再来年進んでいくという予想になっているんですけど、どこまでここもこの予想通りになるかというところですよね。で、2%をこう下回るような状態になってくれば、逆に。 あの金融緩和というのを望めるんでしょうけど、まあ、予想通り行ってもまだ年末3.1%来年末はね3.1%で、まあ、この予想よりもちょっと高い推移になる可能性もまだ残っているところです、えーまあ、これに対して、えー、と中央銀行の政策金利を今市場は来年半ばからちょっと え少しずつ下がっていくんじゃないかという予想が出てますけどまあ今のところ FRB の出している予想を見るとえまあ高止まりする可能性が高くまあそうなると市場の予想よりも強く厳しいえ金融引き締めの状態が続くことになりますからまあちょっとやっぱり2023年はえ難聴なえ相場推移が予想されるんではないかなというところですそその目線で見れればまあ逆に言えばそれはね。 えと売りのチャンスにもつながりますし大きさがあったとは買いのチャンスにもつながるといった目線で見てあげるとチャンスにもつなげられるんじゃないかというふうに思います以上アメリカの株式市場の見通しについてお話しさせていただきましたありがとうございます